孫さん、孫さん、はい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 、あ、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。いや、遅ないちょっと。なんだかんだ新年一発目のスタジオのリハですね。通常動画お久しぶりやな。確かに、そうですね、通常動画。どうした？あの前にギターを教えてもらったじゃないですか、スタジオで。2個前の動画ね。2個前の動画、あの GCD です。はい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 、あれをこの前友達の前であのお披露目したんですよ、うん、そしたらこうキャーキャーみたいな、いいぞみたいななるかなと思ったらシーンってなる。いや、まあコードだけ弾いてもな、あんまり多分吹いてたら悪いと思うで。あれはやっぱりダメですか？うん、だから曲を弾くか、みんなが知ってる曲弾くか、はいはい、か最近流行りの曲みたいな。流行りの曲、それやりたいですね。最近言ったらじゃあボッチザロックの、はい、アニメ知ってる？ボッチザロックっていう。すいません、見たことはないっすね。あの軽音ってあったよ。はいはいはい、あれのちょっと次の女子高生の話みたいな。ああ、なるほど、そんなアニメが今流行ってるんですね。でギターと孤独と青い星っていう曲があって、はいはい、結構ギタリスト界隈ではみんな今こぞって弾いてる人気曲。ああ、そうなんですね。じゃあもうそれを弾けば結構もう盛り上がると。ああ、そうやな。そういうのを弾いたら受けはいいんちゃう？コード弾くだけより。教えてください。いいっすよ、それを。ギター持ってきてるしね。そう、今日も今日もね、はい、ギター持ってきちゃいました、はい、今日も。じゃあ今日もそれやりますか。じゃあ今日もそんな感じでお願いします。はい、じゃあすいません、真子さん今日もお願いしますね。じゃあひろきのギターでやりますか。あ、いいですか。PRS、 そう、 PRS。 あ、これビビーのあれやん。あ、カリオン。そう、あのお年玉で買いました、エフェクター。オーバードライブ、なんかよく分かんなかったんですけど、とりあえずこれがいいよって。あのなんかいいよな、これ結構。あ、本当ですか。あれ、え、どうする。弾いてる本当に。え、ギター練習してる？あんましてないです。もうすぐわかる。すぐバレました。バレる、バレる。バレました。ちょっとまたチューニングからね。すいません、ちょっとチューニングからお願いしますね。少々お待ちを。すっごい狂ってるわ。そんなことみたくしてチューニングすることあるんですか。孫さんは何かしてたんですか、年末年始は。大阪に帰省してて、はい、まあ久しぶりに結構友達と飲んだり遊んだりして。あ、じゃあ良いお正月だったんですね。家族で集まって。へえ、それは良かったですね。みんなでゲームしてみたいな。はい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 。ザお正月。ザお正月。まあ2023年になりましたけど、今年の抱負とか。今年はでも一緒かな。YouTube、はい、続けて。はいはい。まあ、ブログやって、まあでも今年ライブをしたいな。あ、そうだそうだ。忘れてた。頼みますよ。お願いしますよ。よろしくお願いします。脱ベッドルーム。脱ベッド。気持ち悪い。はい、じゃあ一回弾いてみるな。まあ、お手本お願いしますね。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。次ないですよ。次ないですよ。もう一回取り直し。もう一回取り直したい。一応もう一回やっとくな。じゃあお願いします。これをひろきが弾く。わかりました、うん、ちょっと一回やってみていいですか。やってみて。あ、でも難しいよな、リード。いや、これね、コードしか弾いたことないの。コードしか弾いたことないです。あ、でも勢い行った方がいいで、こういうの。勢いで。合ってます、ね、あ、でも音は合ってる、音は合ってる。で、その人差し指と中指の音だけを鳴らしたいから、はい、ミュート。4弦1弦は軽くミュートすんねん、押さえて。オッケーです、オッケーです、オッケーです。あ、で右手をもう振り切る。振り切る。あ、そう。あ、ちょっと待って。な、そこはな、コツがあって。はいはい。で、ここを押さえてたやん。そうですね。で、こことここは軽く触れてならんようにミュートしてんねんけど。はいはいはい。で、ひろきってこう、こう今弾いてるやん。日本しか弾かんように。はいはい。じゃなくても。あー、なるほど。もう、ジャッジャッジャッと。ミュートして、でかく弾くみたいな。あー、なるほどなるほど。勢いで弾くみたいな。勢いで弾くんですね。ちょっとやってみて。ちょっとやってみて。で、右手をもうちっちゃく弾くんじゃなくて、大きく。あ、ほう。あとます。あとます。やっぱ、ひろき冷静の方がいいかも、やっぱり。やっぱミュートがしっかりできてないから。ああ、そうそうそう。あれ
あ、人差し指は。あ、こうか。あ、合ってる。さっきの場所で合ってる。うん。あ、なんか2つの音違う。3弦の9フレットは押さえたまま。あ、そこは押さえたままで。あ、そうそう。そう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 。あ、そうそうそう。で、てで、てで、てでって。え？こう、こう、トゥルって、トゥル。あ、ここ人差し指でここ2つ押さえるのが難しいか。9フレット。これ今気づいてたんですけど、これ激ムズですよ。無理無理無理。いや、まあ確かにちょっと中級者向けかもな。初心者向けの曲あればお願いしたいんですけどね。あ、あるで、そのオープニングテーマがあんねんけど、ああそっちの方が多分簡単やねん。あるなら言ってください、先に。ちょっと一回やってみよう。ちょっとそれお願いします。ちょっと一回弾いてみよう。はいはいはい。確か、はい。あ、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。次ないっすよ。次ないっすよ。確か、はあ、ここまで、ここまで。これもボッチザロックの曲。ボッチザロックのオープニングテーマ。はい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 。いや全部単音弾きやからさ。多分さっきよりかは簡単かなっていう。なんか確かにさっきよりあんま動いてない。あ、左手が感じするんで。あ、でもこれ最初の1音目がプリングオフっていう。プリングオフ。こう。弾いて鳴らすね。はいはい。5フレットに人差し指置いて、はいはい、7フレットに薬指。あ、そう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 。あんで弾いた瞬間に弾く。あ、そう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 。いいっすか。いい感じよ。お、いいね、いいね。小指ピンってなってますね。あ、それはいい。それはいい。あ、そう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 。で、あ、三音目は弾く。トゥー。あ、そうそうそう。あ、そう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 。で、次が一弦に飛ぶね。一弦の5フレット。一弦の5。あ、そう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 。あ、これできます。そこまでできます。トゥー、トゥーまで。あ、いいね、いいね、体こうなってくるあ、いいんちゃう、肩こりますね。これのコツはね、あ、ちょっと持ってもうて、はい、なひろき多分こう先っちょで押されてるやん。そうですね、これお腹で押すねやん。あー、すごい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 。へー、ほんじゃこう上もミュートできるし、はいはいはい、ここの音だけ鳴らすみたいな。あ、人差し指のお腹で押さえてる。そうそうそう、これでやってみ、多分。確かに。あ、だからそんな中スピーディーなんですか、ね、そうそうそう、指動かさんでいいから。あ、もう一個9フレット押さえてるんだ、それ。あ、そう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 、5フレットですね、うん。あ、そう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 、やりやすい、やりやすい、それそれ。いいんじゃない、いいんじゃない、うん、それ弾けるようになったらさ、多分友達とかにも受けいいと思うね。マジですか。練習して盛り上がります。盛り上がる盛り上がる。じゃあ、まさ、ありがとうございました今日は。ちょっとやっぱこの時間だけじゃちょっと無理だったんで、ちゃんと練習してきますね。まあさすがにな、さすがにこんな数時間で弾けたらすごい。そうですね、ちょっと練習してもうて。そうですね、ちょっと練習してくるんで、次回ちょっとまた見てもらってお願いします。じゃあもう片付けして帰ります。俺もドラム教えてほしいな、たまには。ドラム、ドラム講座みたいな。ドラムやるんすか、マコさん。うん、リズム感というかさ。ああ、なるほど。ドラムやってみたいもあるな、確かに。ちょっとやってみます。じゃあ、あ、いいんすか。いいですよ、全然。基礎だけ教えてもらっていいですか。基礎。でも、まこさん叩けるじゃないですか、結構いや、基礎ないから、ゲーセン育ちやからさ。あ、まさかのあれ、ゲーセン育ちだったんですか。基礎を知りたいっていう。え、じゃあ、8ビートって、まあ。あ、わかるわかる。定番の。え、ドゥッタン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 。あ、そうですね。あ、びっくり。あ、まだそれ、スナッピー、スネア、ごめんなさい。何すか、スナッピーって。あ、そう、ジャリジャリ。あ、そうそうそう。あ、そうです。あ、なるほどね。これは、これで合ってるの。閉じたまんまやる。そうです。まあ、詳しくは避けますけど、まあ、閉じたままで今回は。あ、あれですね、その、右手を、今、四分になってるんで、八分で刻んで、初めて8ビートです。あ、そうです。え？
ちょっと一回見せてもらっていい？まあちょっとやってみます。なんかコツみたいなのあるん、コツというか、まあ、なんていうの、もう超初心者に向けて教えるならこれかなっていう。ああ、でも誠さん多分あのできてたんで、うん、まあ、強いて言うならなんかそのハイハットの使い方が、うん、なんかこうこのなんか分かりますか、このハイハットの 上の面に対してこう、うん、ああ、なるほどね。だからこうもうちょっとこう表情が欲しいかなって思ったんで、うんうんうん、このあー、強弱をつけるってことね。そうですね。抑揚というか。抑揚をつける。はい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 。で、これ結構叩く場所でも結構音違うんですよ。うん。だからこう、上だけじゃなくて、うん、この、エッジっていうんですかね。うん。こう。はいはいはい、なるほどね。なるほどね。はい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 。それこう、手首を返してやるってことやね。そうですね。手首、うん、なんかこう。手首、スナップ。そう、スナップ。はいはいはい。ちょっと説明がよくわかんない。ちょっとやってみていい？それ。違いがこう、ちょっと違う、ん？違います。ああ、ハットで変わるな、やっぱり。ハットでかなり表現変わるんで。で、DTM とかやるからさ、なんかそういう知識欲しいねん。ドラム打ち込みとかで。逆にその、打ちっぱなしになるから。なんかもう硬いガチガチのビートなんかはこっちでいいと思うんですけど。あ、それもありなん。一応ずっと硬く叩く人もおるってこと。そうですね、なんかそれこそジャンルによってじゃないですか。あの、なんかその、メタルとか。クラブミュージックとかそういう感じ。ああ、なるほどね。テクノ系とか。じゃあその右手ちょっとやってみていいですか。お願いします。まあ、このさっきのその今までの俺がそうですそうですそうです、その抑揚をつける感じでこれを待って、あ、そうですそうですそうです、分かったよ、こうってことやろ、飲み込みが早い、さすが、これを早くするってことやろ、そうです、あ、そうですそうですそうです、むずいな、これはまあ練習がいるってことやろ、これの多分あのなんですか、右手だけじゃなくてもう全体のビートでやっちゃった方がいいかもしれない。ああ、なるほどね。覚えるには。マゴさん、ちょっとこれ見てくださいよ。ギターケース。じゃあ俺も思っとってん、これ。一緒なんやめてるかって言いますどこで買いましたこれ。アマゾン。僕もアマゾンです。多分これ使ってる人多そうじゃない。多いっすね、これ。一番結構安いやつよな、これ。え、これめっちゃ良くないですか？な、コスパいいよ。コスパいいと思います。なんか僕の下手ってますね。いや、絶対こっち持って帰らんといてな。持って帰ろうかな。